清水さん、こんばんは。ちとくさん、しんのすけさん、こんばんは。待って、嬉しすぎる。ナーラブさん、私ナーラブさん来てくれたらこの間のお礼しようって思ってたのに、この間のお礼もしよう。ナーラブさん、溢れる教え合いだわ。ありがとう、この間ありがとう、嬉しかったありがとう。くま、そしてそして今日もかわいい鬼だ、鬼、鬼クマタワーでいいのかな。嬉しい。ナーラブさん、ね、本当にいつもありがとう。クマ鬼かな。かわいい。角一本かな。ナーラブさん、クマ鬼タワーありがとう、嬉しい。2月のギフト、かわいい、嬉しい。ありがとうナーラブさん、ナーラブさん本当にいつも嬉しい、ありがとう、ありがとう、いつもありがとう、ありがたわ。ちゃんとクマの鬼の絵描いてみた。ありがとう、ありがとう、嬉しい。2月初タワーに
ありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう。ありがとう、本当にありがとう、嬉しすぎる。あ、ハートもありがとうのアラブさん。マッツンさん、こんばんは、話がありがとう、めっちゃ嬉しかった。落花生もありがとう、ギフトありがとう。いっぱい猫ちゃん見れて嬉しかった。かわいい猫ちゃんに癒されました。鍵閉めだったんだよ、マッツンさんが。だから癒されて終わった。はい、ようございます。ベガスマンさん、ヒロさん、アツシさん、ユスタさん、ナーラブさん、ヒンダーソンさん、3570さん、トマさん、フェアチャイルドさん、ジュアンさん、キヨニーさん、ちくわドーナツさん、大きめさん、ブラックさんかな。ありがとう、ナーラブさん、ラブレターもドキドキ、ありがとう。え、かわいい赤ちゃん、ベビベビ鬼のクマ、かわいい。ありがとう、まっつんさん。初めて来ましたって方見えましたか？ちょっとコメントが覚えてなくて。見てもいい？で、遡ってもいい？ごめんね。こんばんは。どれだ、初見だったんだって言ってる方、リュウジさん、リュウジさん、はじめまして。初見さん、珍しくて嬉しい、ありがとうございます。リュウジさん、伝えるの遅くなりましたが X にて返信ありがとうございました。高校頑張ります。若い、応援してます。頑張ってね、楽しんでね。ヒーター愛が上手だね、パチパチ、嬉しい。ありがとう、話か、ありがとうね、とにかく可愛かった、ありがとう。来てくれてありがとう。今推薦コメント書いてきたよ、審査通るといいな。え、嬉しい、推薦コメント、最近更新されてない気がしてた、嬉しい、ありがとう。見るね、通るといいな、基本通るか、楽しみにしてるね。アンパンマンって入れられないの。お話か、ありがとう、また話そう、また話そう、広島持ってるね、本当に今日もたくさん話せて嬉しかった、ありがとう、めちゃめちゃ楽しかった。今日は初めまして、ありがとう、ベガスマンさん、こちらこそありがとう。カタカナベガスマンさんだったお話し会は、ありがとう、初めまして、嬉しかったです、ありがとね。なんだっけ、話し会ありがとう、めっちゃテンション高くなかった、今日テンション高かったかも。なんか最初の方、私全然人が入ってこなくて、最初の数十分暇だったんですよ。ちゃんと途中からみんな来てくれたんですけど、だから準備してる時間が長くて楽しみにして
しすぎてました。え、チョコ赤ちゃんマンです。赤ちゃんマン、なんかでもあかりさん選んでくれてそうだったから嬉しい。赤ちゃんマンです。めっちゃ可愛い、ありがとう。めっちゃ可愛いギフト、ありがとう。なんラブさん、くもちさん、おうつあっとんさん、イエクワトルさん、よっちゃんさん、3570さん、ひろつぐさん、ふみさん、なーラブさん、メロンパンさん、レインボースターもありがとう。なーラブさん、ありがとう。つよつよさん、こんばんは。じゃあ今度は初めの方に行くね。ありがとう。でも来なかった分楽しみが募ってました。東京明日雪降るらしいね。そうなの？東京雪降るんだ。暖冬なんて嘘じゃんね。でも積もらないかな。そう、服今日白だね。バレンタインは作ります。ローファーのブランドってハルタじゃない？え、違うと思う。衣装のローファーは違うと思う。何でもなさそう。あ、またベイビータウンくまちゃん鬼、ありがとう。つよつよさんだ、ありがとう。ちょっとだけコメント後ろに読んでいきます。サメの肉まん美味しそうだった。あ、 X 見てくれてありがとう。美味しかったです。ごめんね、あんまりこんばんはっていうの読めてない。いつもだったら結構こんばんはって読んじゃうんだけど、ちょっとなんかちょっといい、ごめん、飛ばします、すいません、読めてないかも。そうなんだ、ワイが言ってれば多分最初、確かに今日そうか、今日、え、来る予定だった？そう、あかりさんのバレンタインチョコの話です。ヘミに会いに行けばよかったか。全然気にしなくていいよ、みんなそんな。今日話し会がサイヤさんの隣だったんですよ。もうドキドキでした。隣の席だったんですよ。嬉しかった。結構普段3期が隣に並ぶことが多いんだけど、今日はサーヤンさんでした。さやかさん、高尾さやかさんが隣でした。いちご味のパウダーはめっちゃ美味しそうなんだけど、え、めっちゃ美味しかった。なんかいちごなんか意外とあっさりしたいちごっぽい感じ、美味しかった。おすすめ、イータンは赤ちゃんってことか。かわいい、イータンはバブだもんね。バブかもしれない。赤ちゃんもらった、赤ちゃんもかわいい。でもロールパンナちゃん、なんか朝の時間結構5時台とかにアンパンマン朝やってるんですよ。なんか広島分かんない、どこか分かんないけどやってたことがあって、
朝早く起きちゃってテレビつけたらアンパンマンくらいしかやってなくて、アンパンマン見た時にロールパンナちゃん好きになっちゃった。ロールパンナちゃんも好き。今日森星軍団の役職みたいな話でしたの。やばい。ひめなちゃん団長、かすみんリーダー、かなう右腕、サッチー癒し、イータンスポンサーだって。スポンサー協力。じゃあ時々入らせてもらおうかな。欠員補欠的なサポートしたいと思います。夕方から雪らしいです。え、ねえ、え、そうなんだ。え、そうなんだ。みんなじゃあ気をつけてね。ほんと暖冬なんか結構最初の方暖冬かなって思ってたけど暖冬じゃなかったね。でも今日の広島は暑かったです。暑いわ。そっか、でも冬2月とは思えないくらい暑かった気がする。バレンタイン早いけどいいターンして、カップケーキ作って好評だった。え、 X 上げてるかな。見る、見たい。え、嬉しい、好評だった、嬉しい。あやたんのカップケーキ絶対かわいい。見のないコメント多めになったらごめんね。全然大丈夫だよ。え、今日は福岡さんも大塚は全力行ってました。いいな、僕が見たかった青空さん。私も行きたいかも。行きたいかも。今度またいい活しに行きます。え、いい活して、ダースさんと一緒にでもいい活いっぱいしてほしい。嬉しい、そういうの見るの楽しい。ありがとう。実は暖冬雪が降りやすい、気圧配置になりやすいとか。そうなんだ。暖冬の方が意外と雪が降りやすいのかな。こうちゃんさんこんばんは。志村智美さんね。あ、このね、星になっちゃってるやつがね、志村智美さんだったのねって。そう、 X 見てくれてありがとう。そういう意味じゃないよ、親が早めに行くから。確かにいつも5番目以内に来てくれてるイメージ確かにあるわ。あとお話し会直接の時もいつも地下ドーナツさん早いかも。確かにそういうことね。あ、え、やばい、もう57分だ。あ、ハッシュタグいい活使ってよいよ、使ってよい、嬉しい。え、私も一本グランプリ川島さんの床暖房が一番面白いと思った。あのアテレコ、アフレコ、アフレコするやつ、あれ一番面白いと思った。そう、あ、コキンちゃんも可愛いよね。みんなちょっととりあえずちょっと先に、もし壇上読み終わって時間があったら最後お話ししよう。13位、おはようございましたん、ありがとう。12位ブラックさん、ありがとう。11位ヨシトさん、ありがとう。10位大津アットンさん、ありがとう。ピッてちっちゃくついてる、ちっちゃくじゃないか、後ろについてる。9位3570さん、ありがとう。8位かべちゃんさん、ありがとう、ありがとう。7位こうだまんさん、ありがとう。6位ちくわドーナツさん、ありがとう。5位ベガスマンさん、ありがとう。4位よっちゃんさん、ありがとう。3位つよつよさん、バチ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 、ありがとう、いつもありがとう。2位まっつんさん、バチ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 、ありがとう。4位
1位ナラブさん、プチ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 、ありがとう、めっちゃタワー嬉しかった、ありがとう、いつもみんなありがとう、2月もよろしくね。本当はもっと話したいことあったんだけど、また配信するね、ごめんね、ありがとう、夜遅くに来てくれてありがとう、2月もみんなのことが大好き、バイバーイ、ありがとう、おやすみ、おやすみ、みんなギフトもありがとう、こちらこそ配信来てくれてありがとう、配信ありがとう、こちらこそありがとうおやすみ、好きだよ、バイバイ、おやすみー。